ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙、どうしたんだい？もし透明人間になったら何がしたい？そうだな。多分何もできないんじゃないかな。え、どういうこと？まず透明人間になったらだな。服だけが浮いていたらおかしいから全裸になるだろ。定番ね。すると胃腸の中身が見えて恥ずかしいから絶食するだろ。あ、そっか。あと思考が見えて嫌だからしょっちゅう歯磨きするだろ。確かに。何よりもうまくも透明ってことは目が見えないってことだろ。そうなのね。どうだい？全裸で栄養不足で視界ゼロの歯磨きマニア。あはは、本当に何もできなそうね。そうだろう？思ってたのとちょっと違ったけどこういうの大好きよ。そうか、じゃあ今日は、思わず笑っちゃう面白い雑学10選を解説しようか。いいわね、お願いするわ。それじゃあ行くぜ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選一つ目は、奈良公園の鹿の数は、愛護会の皆さんが1頭ずつ数えているだ。1頭ずつ？そうだぜ。ちょっと興味あるわね。ところで愛護会って？奈良県奈良市の奈良公園は、鹿がたくさんいることで有名なんだ。知ってる、おせんべいあげると寄ってくるのよね。そう、その鹿の保護事業を行っているのが、一般財団法人奈良の鹿愛護会なんだぜ。へえ、なるほどね。でもどうして奈良公園には鹿がたくさんいるの？そもそも奈良公園はとても広く、その一部は春日大社の境内でもあるんだ。公園と神社が繋がってるのね。ああ、その春日大社の神様武三一の御事が、神様の使いである白い鹿に乗ってやってきた伝説から、奈良公園には天然記念物として鹿が保護されているんだ。そうなのね。それでその鹿の数を毎年7月になると調査するんだが、奈良公園はなんといっても広い。そこで愛護会の皆さんが中心となって有志が集まり、1頭ずつ目で見て確認して数えているんだぜ。あはは、意外とアナログなのね。結構大変そう。結構なんてもんじゃないぜ。660ヘクタール、つまり東京ドーム約140個分もの広さを、30から40人で確認すると言うんだからな。え、そうなの？ああ、しかも単純に数だけ数えるんじゃなく、オス鹿、メス鹿、子鹿に分類していくんだ。しかも昼間は鹿が活発に動き回って数えられないから、早朝の5時から数え始めるんだぜ。それも2日連続で。本当に大変、笑っちゃ悪いわね。そうやって数えられた奈良公園の鹿の数は、2022年は1182頭だったらしいぞ。愛護会の皆さんお疲れ様です。ボランティアの皆さんもな。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選2つ目は、消防が111でなく119なのは、電話がダイヤル式だったからだ。ダイヤル式？あまり見たことがない人もいるかもしれないが、昔は今のようなプッシュ本式ではなくて、ダイヤル式の電話だったんだぜ。ああ、レトロな黒電話のことね。そう、これは数字が書かれたダイヤルの穴に指を入れて、右下のストッパーまで回して指を離すと、その数字が電話局に送られるという仕組みなんだ。へえ、頑張って元に戻ろうとする感じがなんか可愛い。そしてこのダイヤル式電話の登場に合わせて、消防用の緊急電話番号、112が制定されたんだぜ。112?119 じゃなかったの？ああ、最初は112だったんだよ。けど翌年すぐにこの番号は119に変更されてしまう。どうしてなのかな？慌てて、1を3回回してしまうなど、かけ間違いが多かったからだと言われているぜ。緊急時だとありえるわね。そこで、慌てている時でも番号を意識して、正しくかけてもらおうと、ダイヤル式で、1から、離れたところにある、9を3桁目に持ってきたんだ。こうして、119番が生まれたってわけだぜ。なるほどね。ちなみに警察が、110番になったのも同じ理由だぜ。そうだったのね。じゃあ、もしボタン式に合わせてたら違う番号になったかな？そうかもな。けどここまで浸透した番号を、今更変えるというのはあまり現実的じゃないけどな。あはは、それもそうね。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選3つ目は、日本の薬がんで終わる名前が多いのは、効果がありそうだからだ。効果がありそうって、そんな理由で名前をつけてるの？ああ、身近にある薬の名前に、で終わるものが多いって気づいてたかい？言われてみれば、バファリン、ロキソニン、ノーシン、いつも飲んでるやつ全部、がつくわね。頭痛持ちの3種の神器だな。他にもキャベジン、パンシロン、ビオフェルミン、パブロン、コルゲン、パイロン、アネトンもそうよね。これには諸説あって、ビタミンのんをもらった。には、運につながるという縁起担ぎ。右横書きから左横書きになった時、誤読を防ぐために、最後にんをつけたとか、いろいろ言われているんだが、結局、薬っぽくて効きが良さそうだからっていうのが、一番の理由らしいんだぜ。発祥はいろいろあったけど、そこに落ち着いたって感じなのかしらね。ああ、そうかもな。
結構いい加減、っていうか、面白い理由なのね。そうそう、面白いといえば、薬の名前は言葉遊びみたいなものもたくさんあるよな。言葉遊び？ああ、例えば、便がよく出るから用出るとか、飲んでおけば後が楽だからコーラックとか、あ、時期に治る時期人って聞いたことある？わかりやすいし面白いよな。なんとなく便秘薬とかに多い気がする。ああ、それは購買層に女性が多い薬に、面白いネーミングをつける傾向があるんだ。そうなの？うん、女性はスマートでひねった名前を気に入り、男性は手っ取り早く治すことを優先するかららしいぜ。あはは、言われてみればそうかもね。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選4つ目は、テニスのサービスは、召使いのでは旦那様、参りますが語源だ。ちょっと、どういうことなの？テニスで1打目のことを、サービスって言うだろう？うん、言うわね。このサービスっていうのは、奉仕って意味なんだぜ。奉仕か、思いっきり打つのに奉仕？どうして？理由はテニスのルーツを知るとわかるんだよ。テニスのルーツ？ああ、テニスの原型は、13世紀にフランス貴族が考案した、ジュドボームというゲームだとされているんだ。そうなのね。うん、これはコート内でボールをゆっくりと打ち合って、ラリーを楽しむゲームだったんだぜ。相手を打ち負かす今のテニスとは、かなり違ったのね。ああ、そしてジュドボームのルールでは、最初の一球は召使いが、では旦那様、参りますと、声をかけてから優しく投げ込むことになっていた。だ、旦那様、ぷぷ、まあ貴族だからな。それでその一球目を、召使いの奉仕と呼んでいたわけだよ。じゃあそれが今でも残ってサービスっていうのね。そういうことだぜ。テニス以外に、バレーボールや卓球でも、同じようにサービスって言うんじゃなかった？ああ、そうだな。それもテニス由来だと言われているぜ。これからはテニスの試合を見るとき、頭の中で、旦那様参りますって聞こえちゃうわね。口には出さない方がいいんだぜ。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選5つ目は、カップラーメンの待ち時間が3分なのは、日清がそう決めたからだ。お湯が麺を柔らかくするのに3分必要なんじゃないの？いや、技術的には1分で食べられるカップラーメンも、十分作れるらしいぜ。そうなの？ああ。じゃあどうしてわざわざ3分も待たせるのよ。こっちはお腹ペコペコで待ってるってのに。それが理由なんだぜ。どういうこと？カップラーメンの生みの親である、日清食品の安藤桃福氏によれば、3分間待たされることで人はさらにお腹が減り、カップラーメンをより美味しく食べられるというんだ。じらしプレイだったのね。あはは、これが1分では早すぎて気分が盛り上がらないし、かといって5分では長すぎてイライラしてしまう。だから3分というのが焦らされる時間としては、ちょうどいいんだそうだ。こっちの腹の中を読まれているわね。ああ、計算し尽くされているんだぜ。でも、1種類くらい1分カップラーメンがあっても、良さそうな気もするんだけど。1分でできるカップラーメンは、何度も発売されたことはあるんだ。知らなかった。うん、結局あまり人気が出なくて、製造中止になってしまっているからな。やっぱりお湯を入れてから3分待つのが、一番美味しいってことなのかしらね。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選6つ目は、日本人の鼻が低いのは、高温多湿な気候の国に生まれたからだ。私の鼻がプリティな理由を教えてくれるって？いや別に、霊夢の鼻は、普通だぜ。ちょっと、鼻の形状は暮らしている地域ごとに進化したもので、低温かつ乾燥した空気を吸う高緯度地域の人たちの鼻は、空気を加湿加熱するために高くなり、低緯度地域の人たちの鼻はその必要がないため、低くなったというわけなんだよ。住んでいる場所で鼻の高さが変わるってこと？まあ、そうだな。さらに日本人には、皮下脂肪が分厚くて硬い、鼻の付け根が欧米人に比べて広い、という特徴もあるから、正面から見た時に鼻筋が低く見えてしまうんだよ。そうなのね、なんか損だわ。それから、日本は栄養状態が悪い時代が長く続いたから、という理由も挙げられるぜ。栄養が鼻の高さに関係あるの？ああ、例えば江戸時代の絵を見ると、庶民の鼻は低いのに、大名の鼻は高く描かれているんだ。大名ってお殿様よね、確かにいいもの食べてそう。うん、栄養状態によって鼻の高さが変わるのは、鼻の骨が軟骨でできてるからなんだぜ。栄養がいいと甲状腺ホルモンが活発に働いて、軟骨が発達するんだ。なるほど、日本人は鼻が低くなる呪いを何重にも受けていたのね。そんなに気にするほどのことじゃないと思うけどな。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選7つ目は、アルジェリアとナイジェリアは全く関係ないだ。絶対関係あるでしょ。だってアルジェリアとナイジェリアよ。落ち着くんだぜ。どういうことか、ちゃんと説明してよね。わかったぜ。まずアルジェリアという国についてだが、
地中海に面した北アフリカにあって、アフリカ最大の国土面積を持つ国だ。ふむふむ、大きい国なのね。うん、もう一つのナイジェリアは、ギニア湾に面した西アフリカにある国で、アフリカで最も人口の多い国だ。なるほど、別に隣の国ってわけでもないのね。ああ、間にニジェールという国を挟んでいるぜ。そうなんだ。それでアルジェリアという国名の由来は、7世紀半ばにアジアからアラブ人が侵入してきた時、最初に目にした4つの島を、アルジャザイールと呼んだことによるんだ。アルジャザイールって、どういう意味なの？アルはアラビア語の定冠詞でジャザイールは島々だ。つまり、あの島々ってとこだな。アルジェリアっていうのはその黄金領域だ。あの島々か。一方、ナイジェリアという国名は、19世紀の終わりにイギリスのジャーナリストが、そこに流れる川の名前から取ったと言われているぜ。川の名前？ああ、ニジェール川だ。あれ？さっき間に挟まってる言ってた国の名前って、ニジェールだな。あはは、ニジェールは川の名前そのままが国名なのね。まあ、そういうわけで、アルジェリアとナイジェリアに関係はなく、たまたま日本語で、アルナイになっただけなんだよ。そうだったのね、てっきりジェリアがある国と、ジェリアがない国なんだと思ってたわ。ジェリアってなんだい？何かしらね。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選8つ目は、回収した紙幣は、お尻を拭いてトイレに流されていくだ。お札でお尻を？なんだかガサガサしそうね。そのまま拭くわけじゃないんだぜ。どういうこと？お札の寿命は1万円札の場合で4から5年、5000円と1000円は使用頻度が高く傷みやすいため、だいたい1から2年と言われているんだ。そうなんだ、あまり考えたことなかったわ。世の中を流通して日本銀行に戻ってきたお札のうち、破損や汚れによって再流通に適さないとされたものは、復元できないほど細かく裁断されるんだよ。刻んじゃうの、何かもったいない気がするけど。汚れたお札は偽造券と判別しにくいらしいんだ。偽造防止の観点からも再流通させられないんだぜ。なるほどね。お札の裁断くずは年間なんと3000トン出るんだが。3000トン？ああ、そのうちの約半分が住宅用建材や固形燃料、それからトイレットペーパーにリサイクルされてるんだ。あはは、そういうことだったのね。お札でできたトイレットペーパーってエコだし、拭いてるだけでちょっとリッチな気分になれそう。使い心地や色は普通のものと変わらないらしいけどな。なんだ、トイレットペーパー以外にはできないの？いろいろと取り組みはされているんだが、お札は丈夫すぎてあまりリサイクルに向いてないんだよ。確かに折ったり濡れたりしても破れないものね。うん、溶かすのも大変で、特殊インクを抜くのも大変、ホログラムを剥がすのも大変なんだそうだ。けど、裁断くずを樹脂で固めた小物はあるぜ。だるまとか、貯金箱とか。どっちもすごくお金が貯まりそうね。ああ、純金製どころか現金製だからな。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選9つ目は、ドリアはフランス料理のスイス人シェフが、日本で考案しただ。え、待って、情報量が多い。あはは、そう言うと思ったぜ。まず聞きたいんだけど、ドリアってイタリア料理じゃなかったの？どうしてそう思ったんだい？だって、ミラノ風ドリアって、ああ、サイゼリア美味しいもんな。うんうん、大好き。けどイタリアに行ってミラノ風ドリアを頼んでも、お店の人にポカンとされるだけなんだぜ。そうなの？ああ、ドリアは日本発祥の料理だからな。知らなかったわ。グラタンに似てるから、フランス料理だと思ってる人も多いかもしれないな。うん、確かにグラタンっぽい。ドリアは、横浜にあるホテルニューグランドで、初代総料理長を務めていたサリー・ワイル氏が、1930年頃に考案したものだと言われているんだ。その人がスイス人シェフなのね。うん、フランス料理のシェフだったんだが、イタリア料理やスイス料理も得意としてたらしいぜ。すごいわね。彼はメニュー外でも客の要望に合わせて、様々な料理を提供していたんだ。そうなのね。ああ、それである日、体調を崩していた客から、何か喉越しの良いものをというオーダーを受けて、即興で作った一皿が、バターライスにエビのクリーム煮を乗せて、グラタンソースにチーズをかけオーブンで焼いたもの、だったんだよ。それがドリアだったのね。そういうことだぜ。じゃあ、ドリアは日本料理ってことでいいのかな？うん、フランス料理のシェフが考案したんだから、日本生まれのフランス料理かな？そっか、フランスやイタリアでも流行ればいいのにね。向こうから見たら逆輸入ってことになるのかもな。では次の雑学だ。思わず笑っちゃう面白い雑学10選最後は、オペラ歌手は、その声の衝撃によって歯が抜けるだ。声で歯が抜けるなんて、そんなことあるの？ああ、オペラ歌手が訓練を積み、本格的な発声が身につくにつれて、声の勢いが強くなるのは想像がつくだろう？うんうん、その勢いで歯が抜けてしまうことがあるらしいんだよ。信じられないほどの声量なのね。実際イタリアに渡った日本人のオペラ歌手が、
舞台の開演2時間前に前歯が抜けてしまったんだぜ。大変じゃない。ああ、その人も突然のことに慌てて、歯の隙間から息が漏れてうまく声が出せない、と心配したらしい。どうなったの？実はミラノのその劇場には、こういう時のために、劇場専属の歯医者がいたんだぜ。え、すごい。うん、その歯医者がすぐに差し歯を作ってくれたので、その歌手は問題なく舞台に臨めたんだよ。よかったわ。それにしても専属の歯医者がいるなんて、歯が抜けるのは本当によくあることなのね。そうだよな、さすが本場という感じだな。ちなみにこういう場合、イタリアでは労災として認められるらしいぜ。歯が抜け落ちる危険のある職業、オペラ歌手。やってみるかい？私は巫女だから。すっかり忘れていたがそうだったな。そういうマリサだって、最近魔法使ってる？使ってるぜ、気づいてないのかい？え、そうなの？私は常に3ミリ浮いてるんだぜ。何のためにいい？それじゃ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。